はい、なのちゃん、鍋の生命です。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、はい、鍋の生命がこれ神化したんで、これ神化したんで、神化したんで、ちょっと使っていこうかなと思います。はい、これは最初どうしよう、普通にいくか。スタレザのバースト届かないですもんね。うん、はい、で、マイスイエーはアンチョアープ、闇属性耐性、光属性キラーという過去にない、はい、ダブルアビリティ持っててキラー、これはあるけど、うん、この組み合わせは初っすよね。初だね。で、SS が毒斬り SS、2段階 SS 20ターンの10ターンと。で、友情が、スターレーザー L にエナジーバースト5、はい、五角形で出ますと。で、まあ、今回ちょっと最初はまず大黒天に行って、はい、その後ちょっと近畿の、まあ、皆さん気になってるところ、まあ、奈落に行ってみようかなと思ってます。はい、割ともう使わせていただいたんですけど、うん、これ割と今回はかなり使った奈落じゃないですか、うん、で、なんかすごい注目されてるキャラだったんで、うん、奈落刹那での足しようかな、知りたかったと思って、うん、あのアビリティに結構注目したんですよね、うん、地雷ワープ対応の光属性キラーと、うん、これね、友情強い、友情強かったね、はい、友情強いですね。この組み合わせマジでこれやばいんだよ、友情。この友情ちょっとスルーしすぎましたね、うん、これはこれ友情強いですね、マジで、うん、まあそれはそうだよね、冷静になって考えてきたらこの友情クソ強いですよね、うん、これ超強いわ、友情。結構エナゴゴとかってやっぱあんまりつかない、うん、つかないですよね。てか今だって、うん、そうだよね、現状あれじゃないですか、コラボでしか銀さんだけしかついてないし、まあ一応パンドラ進化が最上位ではあるけど、うん、限定クラスだもんね、うん、ってそれでもね5の、まあ、4と比べてやっぱ違いますよね、全然違うね、うん、まあそれ左右上下に飛ぶっていうのもすごいいいかもしれないですけど、うん、十字バーストとかねもいいですけど、5は5でやっぱ出る数があってね、うん、その当たるまでの一個一個の範囲が狭いんで、しかもちょうどスターレーザーの折り返しのところだから、うん、跳ね上がるんだよな、これ。ここ跳ね上がりますね、だいぶ変わりますね、うん、これ近距離強いっすね、本当に強いっすね、これ強い。ただやっぱあのキラー、うん、もちろんその発動し弱点殴ったりすると強いんですけど、うん、やっぱちょっと元攻撃力がそんなに高くないから、最近のなんかヤバいキラーぜ、うん、キラーの最近なんか M とかボンって簡単につくじゃないですか、ヤバそうだったからね最近が。まあ確かにね、はい、ちょっとだから若干殴りが足りなく感じるのがちょっと怖いなって感じたぐらいですね。まあそこは強気になったんだよね、やっぱりちょっとですよね。これも3万超え、普通に何もなしで3万超えてきたら、うん、やばい壊れてます、ね、マッチョな、相当マッチョなキャラになる。超マッチョ、しかもただでさえ友情が強いのに、うんうん、そしたらもうちょい確かに SS とかが弱くなるの、威力が減ってたかもしれないけど ね、うん、で一瞬あってそのドッキリ SS についてなんですけど、うん、ドッキリ SS 俺これ500万って数値があのみんなを騙してる気がするあの冷静になると4ターンかかるんですよ、うん、500万って数値を出すのに、うん、そこ結構デメリットの一つなのかなってのと、あと範囲が短い、やっぱねドッキリですね、あれはね、いやどうしてもいけないっていうのと、あとね本人がやっぱ動かないっていうのもちょっと辛いシーンがたまにある。うん、で一番のデメリットは直殴りバイアスに対応してない、うん、最近のもう、ね、直殴りじゃないことの方が少なくなってきてる、うん、そのあれで激気力とかでもね平気でそういうことができてますから、ね、うん、ただまあメリットを挙げるとそのちょっと思いなくなったし攻撃しなくても125万を与えられるのはやっぱ強いですよね、うん、でプラスそのまあなんか誰か言ってましたけど、その生命が発表するときにあのボスだけに使うって概念すればザコのループとかも抜けれることがあって、ね、そうそれはかなり強いところだってね、うん、範囲もね確かに狭いんだけど、うん、意外に届いたりするのが怖いなのね、ほんとね直進の時に分かる、めっちゃ分かりますね端っことかも意外に判定あったりして、うん、意外に侮れない時があるのが怖い、測れないから測りづらいんだよね。これ言うと本当使い込まないと、この真ん中の生命がこの右上のこのマシュマロ多分ボンやったら全然届く多分ね、あれ上のギリギリ上の子同士も届くみたいな、うん、たまにある、それはドッキリゲル使ったらありますよね。そうただちょっと一つ欲を言えば、あのダッキーの SS の反射板にしてほしかったなと思いました。あーそれはやばかった、うん、確かにちょっとそれでよかったね、毒のダメージは別に上げなくてよかったんですよね。それだったら納得っすわ。
あとザコ処理が難しいステージがやっぱ多いじゃないですか、うん、なんでザコのねあれはね、だからなんだかんだその使って今大黒天多分ボス戦ヤバってなると思いますけど、技術説をねちゃんと待つんでそのターンを、うん、ザコの処理がメインになってるクエストでもちょっとドッキリで使いづらいんで、うん、やっぱどうかなとはちょっと思いましたけどね。ただ強いところではもうバカみたいに強いでしょうね。バカみたいに強いね。ニルバーナとかやっぱそうですよね。まあ SS だけの話ですけど、でも全然強いテク価値あるよね、うん、はい、ああいうその一回ダウンしてあそこだったらって、うん、ダウンしたら後だったらエナバも入るだろうし、入りますね。でダウンして殴るとか、そのなんかフローがいるやつ、あのなんか何かの工程を追ってからダメージ与えなきゃいけない、うん、けどヒットポイントは低めに設定されてるとかあったらもう無双ですね、うん、それに単純にもうマインスイーパーとかワープのところの、うん、放題としてもこれ多分、ね、いや使えますね、使えると思うんで、ほんと使えますねこれ。だから SS がなんかちょっと使いづらくても全然生きていけるキャラですよね、うん、しかも使いづらいって言っても使いづらい中では最強の方なんで、ね、そうだね、はい。ラーとかに、まあ、ここでラーを出すのもあれかもしれないけど、ラーとかに比べたらまだいいと思う。ラー出してラーだからね、完全に被害受けてるから。本当にラーとかに比べたらね、そう。本当にラーとかね、サラワンダーとかね。まあ、ラーも状況あれば強いんですけどね。うん、もう状況あれば誰でも強いからね。うん、ただ、イラスト好きなんですよね。イラストはでも大好き。かっこいいですよね。うん、一番生命って感じがする。うん、ですいません、1段階目は使わなかったんですけど、はい、3ターン継続で合計 100万ダメージです。300万ってことですね。あ、そうです、そうです。スタレーザーいい、でも近距離の火力ちょっと見せたい感もありますよね。ただ僕のやつはちょっとあれが入ってるんで他のやつですけど、返したさ、これ最後の特徴楽しみですね、うん、これちょっと 1P こっからじゃ届くか打ってみる、試しに。そしたら試しに、あ、ピロさんのやつ、うん、じゃあ僕ザコ処理します、うん、それは届くんじゃないかな、さすがに。届くの届かないのかな。これはザコ処理しなくて終わりますもんね。いけませんね、打ったらね、これで。さすがにあそこのお面まだいかないか、お面はいかない。最初と2段階目うん、これで上までいけなかったね、うん、もうちょっと離れてもいけるのかな。ただ俺の左の生命は多分届かないと思います。あ、大黒天にはね、うん、大黒天にはその1個上の生命は上は届く、ね、多分ギリ範囲ですよね、うん、でこれが一旦ごとに125万で、4ターン続いて500万、強いですね、うん、で重なり効果はなしです。なしですね、はい。複数済みはちょっと考えづらいかもしれないですね。うん、やっぱ複数済みはね、うん、いないと思う。それほど自強化系だったら複数済みも一気にありになるんですけどね。うん、よ、減ってくるけどね。ガンガン減ってますけど。で、今度も4巻でいいですからね。うん。キラーは出てんだ。うん、強いね。強い。強いけどね。普通に強いですけどね。通常クエストとかだったら活躍はかなりありますね。もうね、スタメン級だと思います、うん、どういう風に設定するんですかね。やっぱヒットポイント400万の蘇生ループヒットポイント400万の中ボス蘇生ループとかがあったりするとちょっと無双できそうですよね。ちょっとじゃあ奈落に奈落ですね、いってみようかなと思います。はいはいはい、はい、ました。僕もやっと終わらせたので超分、超分申し付けてるじゃないですか。付けたよちゃんと、うん、でも、はい、全然何にも大したのつけれなかった。何ですか、紋章。あの、あれ付け替えただけだから、あ、いじってない。ジョーで、ジョーっすね。いや、ジョー十分なんじゃないですか、うん、ジョーついてるかついてないかも。カーリーにも付け替えたかったけど、うん、付け…え、体光極みついてるじゃないですか、はい、あ、ついてついて、あ、じゃあ、あ、こっちはカーリーも付けたかったけど、うん、根気が足りなかったもん。あー、なりますね、うん。僕もだって5万、6万ぐらい使いましたね、多分今回で。マジ？はい。やばいな。なんか残ってるやつ、5000ぐらい残して全部使ったって感じですね。でももう今回惜しみなくいった。本当に。あ、これ以上来ないなと思って。まあね、確かに。それが爆裂も文章なしで買ってるし。
だから今奈落を周回しながら根気貯めてる。いやそれなんか狙ってる感じしますね。なんかちょっとね、ほんとね、うん、早くラッキー続かないからちょっといやでも結局ラッキーついてもその分やるからてかでもね、あそう自分もまあ近畿ね、急いでちょっとやってクリアしたんですけど、うん、カーギー楽だわ最初の、うん、最初の時カーギー入れてなかったじゃん。あの時より、あ、カーギーですね。周回ってなるとカーギー楽かもしれないですね、うん、見てると超運のが楽だったりするんですけど、見てると、あでも超運は確かに絶対いるなって欲しいっすよね、うん、超運マジいる。あの勝率変わるんじゃないかな、うん、遅延2本は欲しい絶対。そうっすね、最低でも1本欲しいっすね。でも生命連れてきてね、生命もこれ取るまでに何回か使ったんですけど、うん、まあ、入れてやっぱ1本かな。うん、いや2本はいらないっす、ね、うん、はい、ただ超運持ってない、カーリー持ってない人からしたら本当救世主。確かにこれはだいぶ救世主じゃないかなと。あとこれまでその昔の生命を使ってた人とかは、ああまあそう、そうやったよね、だいぶ変わりますよね、すごいタイミングだよね。 M になるだけでどんだけ楽になるかね。ここナイス、だから生命もバフいりますね。ちょっとあの3000か2500とかそのぐらい多分攻撃アフっていないとボスに立て替えいけないんですけど、うん、紋章ついてればもう関係ないんで。まああとでも僕もまだ4、5回ぐらいしか多分回ってないと思うんですけど、刹那ではね使えてないし行ってないんで、うん、分からないですよ、ね、分からないですけど、そうだ、殴りとあと攻撃力キラー、そうね、キラー見てみたい、うん、防御力多分いるのかな。いらなかったら相当強いんですけどね。一人でなんか全部の過程無視して殴れるってことですからね、うんうんうん、まあそれも勇気いりますよね。雑魚の即死までに倒しきらなきゃいけないっていうのはあるんで、そこをやってくれんのかな。確かに難しい差はありそうですけど、すごいなと思ったじゃん。下倒しに行ったんだけど。ただでもここで使ったところでなんですよね。本当にね。しかも今これ紋章ついてるし。てかあとね、そうそのなんか、うん、なんだっけ、いろいろさ、もうこのために。結構調整してないやつしてるやつでだいぶ変わってくるじゃん。だからなんかそこでの使い心地っていうのもまた全然結構そこの違いが小さいけどだいぶ大きいなっていうのがあるから、ちょっとね厳密になんかすごいいろんな多分アミノ生命使えると思ってた、うん、いろんなアミノ生命がいますから重心化が使えないやつ使えるやついるから、うん、勝ちってやっぱ難しいな。だってそもう動撃エール、撃撃エールとかついてたらね、ついてたらそのせいは使えるってなるから、ね、別キャラだからね、もう完全に。ただ、生命は僕紋章つける前からちょっと使ってましたけど、強いよ、ここ本当にワンパンできる、強いっす、強いっす、生命は強いっす、ここ。あ、マジか、強いっていうか、いける、うん、いけるいけるっていうのは確かに一番なんか強いはちょっと違う、言い過ぎたかな。ここでは強くないよここでは強くないわ。光属性で倍率ももらえて、あれですね、あのマイス EM も持ってて、で、刹那に行っても使えるっていうのが結構この条件だったりするんで、うん、それはもう完全に満たしてますよね。満たしてる、はい。奈落だけの話をするなら、それはもちろん超運の方が強いですけど、マジかよ、嘘だ。だからね、ここが一番むずい、むずいっていうか、やっぱりちゃんとやんないと。慣れてくればあれですけど、うん、やっぱカーリーの受けでかいっすよね。カーリーの受けでかい、うん、あと地雷の管理ちゃんとするといいっすね、ここはね。ちゃんとしっかり地雷置いてくれてるんで、わわわわわ、なんかこれ H？ ロスだったな。お前しかも、え、やばいじゃん、うそろ。いやでかい、下1、まだ1だよね、次下1だ下がりで上を持っていそうっすけどね、違い2つの挟まってそうだ
ボスがダウンしてからだと茶番なんですよね。そうだよね、すぐ入る。いけいけ、頼む頼む、オッケー。これだよ、強いとこっすね、紋章。紋章の力を。で、ここまあ今ちょっと、多分具だったと思うんですけど、こういう風にむっちゃ入るんで、弱点に。残り2ターンとかでも諦めない方がいいですね、ここ。うん、紋章あれば1ターンで削れますね。うん、移動してこないんですもんね、これ。そう。ほんとにね。移動してきてくれればいいね、真ん中にね。来ました。ちくわ。なんだかんだボスラスがむずいっすね。自分2だな、ボス2がむずい。あ、ボス2っすか。ボス2がやだ。ボス2で1本使うことが多いね。あ、ほんとっすか。うん。なんかあの配置が嫌で、村正がこっちこっちにいて。うん、なんか。あと回復もなんかしづらいな。回復しつつ攻撃するのがなんか自分があそこに苦手。ああ、なるほど。ボス2は確かにあれですね、雑魚処理は簡単だけどボス攻撃するのはちょっと面倒くさいですか、ね、そう、それで稼いじゃう。ボス4ゲージが怪しいんですよね、そもそも。いやそれ、それはある。ボス4ゲージはまず腹立ちますよね。だってあの激進化パネルがむっちゃあるところを忘れてたもん。よくあったっけと思って。そう、ほんと肌すごくやりますよね。上はまらないようにしてるんですよね、あいつらね。最終ゲージがね、あそこはほんとカーリーってよかったって思える。だから俺、僕いつもあれですね、遅延遠征するって激進変化パネルの向こう側だけに使いますね、遅延遠征。ああ、もう遅延されてるのに遅延遠征する。あとはモネ強かったわ。いやマジ、そう、最終ゲージとか貫通やばいね。モネ最強、貫通あれは強かったわ。おかしい、桜井さんのモネ使ったけど、桜井さんのモネがおかしい。あれは強かったっす。あれ違うモネですもん。桜井さんしか出してないモネは。そうですね。奈落ではモネなんですけど、刹那に関しては分かんないんで、ちょっと怖くて連れていけないっていうのは最近多い。一応まあ生命は保ってると。保ってますね。これで1100万ですからね。1000円で4ターン500万ですからね。何千万出さないといけないからね、そうですね。最終ゲージは大体でいうと1000名10体連れてって40ターンまではいけますね。無理ですかね、1000名10体で。番組1000名10体いないんですよね、僕2体しか持ってないんですよ。ナイス加速。これ結構カーリー足りないんだよな。5ですね。今地雷、地雷とか友情かな。なんか生命5に対して4000アップの超運4ってやばいっすよね。やばい、4もやばい。で、紋章ついたら3ですからね。地雷持ったら2。普通に考えてもおかしい。ここですよね。ここなんだよ、苦手ポイント。ここもう、役目分けた方がいいっす。僕のオススメは紋章ついてる人は多分それぞれ違う、もしくはついてないと思うんですけど、アタッカー1本決めて、それ以外の人はあの村正処理っすね。はいはい。でアタッカーのやつが上狙うって感じで僕いつもやってますね、うん、であとカーリーの SS をここでヒットポイントやっぱピンチになること多いんで、うん、このハスとハスの真ん中に打つ。ああ、なるほど、はい、そうすると一応ヒットポイント回復できます全部。あ、それ、あ、それ頭いいね。それ思いつかなかった。カーリーのエッセス、カーリーエッセスは結構その辺のことですね。これ負けましたね。すいません、マジで。それ思いつかなかった。はい、分かってまいりました、はい、一応戻ってきました。すいません、一体長文の遅延が使ってると思うんですけど。長文の遅延使う。じわるな、マジ。はい、いつものカーリー。だから、いざってなった時にやっぱここに生命がいてくれるか、超運の遅延3本目があるかって考えて、やっぱ超運の方が強かったりはする。そうね、っていう、やっぱりね。まあでもこいつも強いところはやっぱ刹那行ってからなんでね、そんなこと言ったらカーリーも超運の方が良かったりもするんで、だから早く刹那で使ってあげたいですね、評価が下がる前に。そうならないことには確かにね、完全な評価は分かんないな。分かんないですね、
結局やっぱあの時も前の EX の時もさ、あのハクはダイナで使えるやつが結構評価されてたんで、それに刹那勝てないとってやっぱ意味ないもんね。そうですね、勝てたら勝てるやつの方がいいだろうし、長く回るのも。でもこのシステムのようなところは、あの出る確率がちょっと低すぎて、あの超セッ生命を使う前に次の上位互換キャラが出る可能性があるってことですよね。でかい、でかい。でここで今ピルさんが左右を倒して防御ダウンした、でカーディで火力出すと火力出ないんで、ここも倒す。はいはい。打ち方が V がいいっす。 V だとなんかちょうどハートのタイミングが合うんですよ。ここで、ね、はいはい、このハートがシュッシュッってやつを取って下でになるべくとどまるような打ち方。そうですよね。でたまに上行ってくれてハマってみたいな、それはそれで OK かなっていう。でここはまだ2ターンなんで、ダウンはこのあれなんですね、アップはされないんですよね。で、自分はいつもこのターンで出してますね、生命長文っていうあれなんで、2ターンでアップじゃねえや、回復か。強いなぁ、いや、出るなぁ、おかしいおかしい、十分ですね。アップしてからマジ痛いからな。一番入れづらいんだよな。うまい。結局それで入るのが一番入りやすいのかな、はまりやすいし。斜めに打った方がいいのは間違いないですね。相当コースがちゃんとあるときですね、例えば。立てる。スタリーさん、スタリーです。あれあれ。スタリーさん。スターレーザーもう邪魔だからな。来ました、来た、生命出る、来ました、生命出るぞ。もうブロッカーね、うん、当たんねえかな、ブロック。削るか、もうなんか迷ったら変わりっすね。ナイスナイス、迷ったらカーリー。ここはね、ほんとカーリーの、カーリーいてよかったと思う。でもここなんか、うまく使える技ね、コースあるんですよね、ちゃんとね、うん、上カンカンでスーッと置いてくるか、その逆かですね。優勝が結構育ってくるんで、下のゾーンやる重視ですね。これラッキーナイス。見せてやれ。来た。でかすぎる。でかすぎる、それは。そのタイミングでその下弱はでかすぎる。あそこね、いいよね。あそこ変化しますね。あれがポイントくるとね。たまになんか加速とか拾ったりするとどこか飛んできますね。スピード速すぎると。なんかまあ敵と重なってんのにパネルを踏んだ判定になってどっか吹っ飛んできますね、うん、マモンの SS っていうのが一番わかりやすいよ。はいはいはい、やめちゃう。これ、うん、右下45度とかに打つのがいいですよ。あ、そうなの。はい、この位置だと下側にいるときは変にパネル踏んで横で上がっていくより絶対ダーミン打った方がいいです。で、今地雷持ってないんで、地雷出てないんでしょうがないですけど、地雷あるときだと結構ガンガンやってます。ナイス。
45度をマジ信用していいです、ここ。なんか上の段階に引っかかるんですよ。上から確かに、はい、そうでね、上もなんか降りてくる、ね、運ゲーじゃないですか、あれ。僕結構運ゲーでやってるんですけど、そこで最初着地はなるべく反射、これ貫通になっちゃいました。家族なんかこれは45度信用できるから本当に打ちますで、ここは多分何かの動画でも言いましたけど、うん、チーム打つ時はできれば下のハス巻き込みたい。はいはい、大したでかい、でかすぎる。そのハス巻き込むと村松が蘇生されないのにずっと防御なんかしてるんですよね、うんうんうん、言ってたね、はい、でかすぎて生命これね、ちょっとね、狩り邪魔狩り邪魔っすね、抜けちゃうんですよね。ないっすよね、いなかったら止まる、いなかったら多分ワンパンしてますね、角度的に。これ貫通でもいけ、強いっすよね、貫通で強いよね。これが萌えのいいとこなんですよね、今みたいに斜めに行くときにもともと貫通なんで反射になって上にガーン出るんで、で、弱点翼貫でも8割持ってくるんで、うん、申し訳ありば、これいきますかね、サクッと刹那出して終わろう。刹那ってやばいいや、出ちゃいそうで怖いんだよな、普通に負けたら俺は嬉しいけど、まあ、というわけでまあね、生命でしたけれども、はい、うーん、いや、ありますよ、おかえりでしょ、フレンドガラス出たらびっくりしますよね、普通に撮影一発クリアで、ね、また違う動画になっちゃうけど、はい、出たら違う動画になっちゃう。はい、というわけでまあ今回生命をね使ってみて、はい、まあ最後 SS のもう威力分かってたんで、奈落に、まあ、奈落に使ってもそうそう、もう最大ダメージって分かってるんでね、結局あれですけれども、まあ、結論から言うと強くなりましたね、本当に強い、だいぶ強くなりましたね、うん、ここでもここの近畿のね実際ランキングのところも入ってきて、他のところでも、まあ、SE ワープのところで1000級の活躍できるっていうんであれば、うん、文句はないんじゃないかな、ね、さっきそのなんかキラーがちょっと物足りなく感じるっていう理由が分かった。これそういうことだ、それはそうだ、これ属性バリス飲んでんだ、うん、ガブとかで一緒のキラーなんだ、うん、そうだ、光が光に対してのキラーだった、完全にボケた。はい、なんでまああそこでもね強かったとか、ここでも強かったとかっていうのがあれば、はい、ぜひそちらも教えていただくと嬉しいです。お願いします。いや、まあでも本当、はい、茨城ちゃんに期待っすわって言ったらね、ちゃんとよくやってます。茨城年ぶりというわけで、今回もゲームラジオ1からお送りしました、はい、した長野選手ひろでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございます。直しろの流れ低評価をつけまくってやるぜ、やめてよー。